じゃあ続いて、3、はい、ということで3、1、2、3、はい、白樺の仲間ホニャララを集め始める、本物の作品をみんなに見せるんだ。このイラストだけで見るともうサイン色紙なんですよ。まあ分からなくはないですが、サイン色紙なんですよ、このイラストで言うと。正方形ですしね。そう、ちょうどなんか裏もねこういうような色でしてますし、うんうんうん、ただ本物の作品をみんなに見せるんだって言ってるんで、サイン色紙ではないんです。そうですね、ですね、はい、で多分このロダンから彫刻をもらったみたいな、うん、はい、そういうエピソードもあったんで、うん、多分ここで海外の本物の美術品をみんなに見せるんだっていうことで美術品を集め始めたっていうんじゃないかなと思います、うんうん、ほぼ正解です。西洋美術を集め始める。なるほど、なるほど。西洋美術の作品を集め始めるっていうので、はい、あのまあ、いろいろ後でも出てくるんですけど、ね、いろんな作家の作品を集めて、ほうほう、しかもその本物を、まあ、みんなにも見てほしいっていう思いが強くなる時期ですね。なるほどですね、はい、終わりました。続いて、まあ、これ1マス進むになってますんで、はい、じゃあ1個進みまして、はい、白樺の仲間の頑張りでホニャララやセザンヌの絵が日本に来る、はい、日本に初めて来たホニャララのひまわり、後に戦争で焼けてしまう。でもひまわりといえば、はい、これはね、わかります。ゴッホ。正解です。ですよね。もうひまわりといえばゴッホですよ。そうなんです。すごい。多くないですか。すごいですね。そうなんですよ。しかも後に空襲で焼けてしまうんですけど、はい、そのまあその作品を本にしたものをさらに引き伸ばした複製画というか、作品が当館に残っていて、うんうん、幻のひまわりというふうにも呼ばれています。記念館で見ることができるので、ぜひ来てください。来たら見れるということで、はい、やっぱすごいですね。頑張りましたね。そうなんですよ。やっぱあのゴッホのひまわりって有名だけど、はい、サネ集もうみたいな、持ってたんだっていうことなんですね。そうですね、じゃあまたちょっと進んでいきましょう、はい、面白いですね。すごい人生を送ってるなって感じですね。はい、はい、じゃあ続いて、2ですね、1、2、新しき村ありましたね、はい、作った村ですね、うん、で出会った伊合安子と結婚、女の子が誕生、後に三姉妹の父親にほにゃららので書き留めたくなり絵を描き始める、はい、なるほど。これはもうこれはお子さんとかに誰もが思う感じですよね、はい、あまりにも可愛い。正解です。正解です。やった。あまりに可愛い。あまりに可愛い。ほぼ正解。もうまさかここで当たるとは。まあまあ大体こういうことですよ。大体こういうことだと思います。あまりにも可愛いので。しかもこの安子さんも絵がすごいお上手で、はい、それもあって、まあ、絵を描き始めたという経緯がありまして、ここから絵を描き始めたんですね。そうなんです。そっか、さまずは文学の作品を描いて、うん、はい、で村を作って、村先なんだ。そうなんですよ。絵より村先なんだ。そうなんです。そっか、すごいな、うん、逆だと思ったな。じゃあ続いて、はい、はい、1ですね、はい、はい、1、あ、ありがとうございます、はい、はい、海外旅行中は各国でたくさんの美術館を回り、大好きな絵や彫刻を見る、芸術家ホニャララにも会い版画をもらう。あ、これ分かりました。お、この人ですよね。これが似顔絵ですよね。よく見る。もう、ね、分かりますよ。この人はあのピカソです。ピカソ。正解です。おお。ピカソにも合っているんですね。あ、でもすごいですね。この時のピカソにも合ってる。そうなんです。そう思うといろんな美術家との関わりもあって。確かにそんな簡単に会えるものなのかっていう感じではありますけどね。今だと想像できないですよね。全然想像できないですね。熱やってこそかなっていうのはやっぱり思いますね。わ、うん、かりました、はい、じゃあ続いてまた振っていきましょう、はい、はいはい、じゃあ3ですね、はい、1、2、3です、はい、1939年54歳、ホニャララにももう一つ新しき村を作る。これは賢明ですごいな、はい、村もう一個作っちゃうんですか。そうなんです、54歳で。いや、なかなかいないっすよ、村2個作る人。私たちが、まあ、車で行こうと思ったら、まあ、1、2時間、2、3時間ですかね、で行けるぐらいの。ほうほうほう。あ、じゃあ関東だ。今ちょっと2択で迷って。そう、何と何で。山梨と茨城。
で迷ってます、惜しいですね。いや、惜しいですか。惜しいですね。惜しいですか。じゃあ違うんだ。その2つじゃない。ではないです。ではないんだ。はい、惜しいです。正解いいですか。正解もいいです。正解は埼玉県です。今までの方が難かったです、ね、なんならちょっと当てて欲しかったなっていう。はい、じゃあ続いて振っていきましょう。はい、3ですね。はい、1、2、3。はい、1955年、70歳、調布市千川に引っ越す。お、はい、出ました。ここです。まさに、まさに、はい、ほにゃららに住みたいという子供の頃からの夢が叶う。まあ、あれですよね。だから千川のここの本当に実篤公園のイメージですよね、うん、そうですね。自然が豊かなところに住みたい。惜しいです。結構調布で言われていることかなっていうふうに思います。あ、分かったかもしれないです、うん、この東屋の池あるじゃないですか。はい、水がきれいなところに住みたい。ほぼ正解です。ほぼ正解。じゃあちょっと剥がしさせてね、はい、いただきますね。水のあるところに住みたいっていう子供の頃からの夢を叶えるために調布市の千川に引っ越しました。海では溺れてますけどね。でも水嫌いにならなかったんですね。水は嫌いにはならなかった、うん、思い出しましたけど。そうですね。そっか。なので公園にも池がたくさんあるように、実篤も、ええ、その池の上にボート浮かべたりとかしてる写真も残っていて、うん、楽しんでいたみたいですね。水のある生活というか、はい、すごいですね、うん、調布でお住まいの人で自宅のところでボート浮かべられたんですか、うん、すごいな。それもそれですごいですね。そのエピソードもすごいですね。はい、じゃ続いて、はい、行きましょう。もうゴール近いですね。あとちょっとですね。あとちょっとですね、はい、1ですね。はい、1。はい、この頃実篤の絵が大人気に、たくさんの人に親しまれる。何の絵でしょうか。いや、これはね、知ってます。お、かぼちゃです。正解です。ですよね。これもうすごい有名じゃないですか。実篤といえばかぼちゃ、よく言われますね。この言葉もいいですよね、うん、君は君、我は我なり、されど仲良き。よく知られた名言ですね、うんうんうん、私も大好きな言葉です。人もそれぞれ違う個性があるけど、うん、みんな仲良しになれますよっていう、そういうことですよね、うんうん、そうですね。短い言葉の中にすごい大切な、私たちもね、大切にしたい言葉が書かれているなと思います、うん、はい、勉強になります、はい、これいいですね、はい、で1マス進む、はい、はい、ここですね。はい、で、こちら、妻と2人で静かな生活を送る。午前中ほにゃらら、午後はほにゃらら暮らす。むず。結構ポイントが静かな生活っていうところかなと思います、はい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 、午前中は絵を描き、うんうん、午後は遊んで暮らす。静かに遊んで暮らす。静かに遊んで暮らす。ちょっと違うか。違いますね。違うな。違う。基本的には、はい、午前中は原稿を書き、はい、そっかそっか、はい、午後は絵を描いて暮らしていました。なるほど、はい、両方ともそのお仕事だ。そうですね、実篤が好きなことことってことですね、うん、はい、遊んで暮らすとかダメですね、そういう発想が。ということで最後、まあ本当に上がりが近づいてきましたけども、はい、はい、じゃあいきましょう、はい、3ということで、1、2、3、はい、ちょうどぴったりゴールできました、はい、上がりでございます。で、1985年、実篤ほにゃらら、10月28日、調布市武者小路実篤記念館が開館ということで、イラストも描いてあります、はい、これね、誕生日は5月12日なんですよね、うん、そうですね。あ、ちょっと待ってください、もう気づきました。実篤生誕100年に記念館が開館。正解です。お、素晴らしい。実篤の生誕100年のタイミングで、はい、調布市武者小路実篤記念館が開館いたしました。おめでとうございます。おめでとうございます。最後の最後で、最後の最後、正解しましたね。なるほど、なるほど。いや、でもすごく勉強になりましたね。面白いですね。ありがとうございます。すごい、なかなか普通の人では経験できない人生を送ってるなっていう、うん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 、かなり波乱万丈な。そうですね、はい、やっぱり貴族っていうと、なんていうか、まあ、悠々自適っていうイメージも強いかなとは思うんですけど。なるほど。失恋したりとか、失業時代っていう時代も過ごしたりとか。失業時代、まあ、結構大きい、まあ、苦難というか、はい、
もありながらも、まあ、失恋した時に立派な人間になろうと本をたくさん読むぐらいの人ですから、はい、もうその何があってもそれをバネにして、確かにもう打ちひしがれながらも前に進んでいくっていうところが、まあ、実篤の魅力かなっていうのは私はこのすごろくを通して思いましたね。この実篤の人生すごろくを通して、まあ、人生青木さん自身がこういうふうな人生を過ごしたいなと思ったとか、うん、何か見えてきたものがあったら教えてほしいです。人生すごろくやって一個思ったのが、うん、ここの私コマが好きですね、はい、午前中は原稿を書き午後は絵を描いて暮らすということで、うんうんうん、やっぱりもうねだいぶ年齢もいっていた時期ではあると思うんですけど、うん、最後の最後まで自分の好きなことを、うん、突き詰めてたってことですよね、うん、小説を書いたり絵を書いたりっていうのを年齢を重ねていった中でもやっていたっていうのは素晴らしいことだなっていうふうに思って、うん、だからつまり人生とはやりたいことをやるものですよっていうふうに私はすごろくを通じて学びました。ありがとうございます。はい、実篤記念館いろんなグッズがありまして、今回は幻の人生すごろくやりました。楽しかったですね。面白かったですね。すごくやっぱりいろんなこと経験されてるんだなっていうのがありまして、すごくですね勉強にもなりました。ありがとうございました。ありがとうございました。実篤記念館ではこのエピソードをもっと深く知れる展示も行っているので、ぜひ足を運んでくれたら嬉しいです。お待ちしてます。